第78回検定。今年は洋画、日本画、先端美術、彫刻、工芸、書道、写真、グラフィックデザインの8部門に1456人、2683点の応募があり、1044点が入賞入選となりました。入賞入選作品は高知市の県立美術館とカルポートの2つの会場で、無鑑査作家の作品などと合わせて1111点を展示しています。写真部門には今年は特選など入賞作品を含む313点と、無鑑査や推薦など12作品が展示されています。検定無鑑査の久保田雅也さんに今年の特選作品について解説してもらいました。特選に輝いたのは5点です。安芸市の中川智博さんのここにも秋の気配が。中川さんは3回目の特選で無鑑査となりました。非常に構図的にバランスの取れた、いい作品だ。ツタがまあ紅葉して、ここの明るい部分と暗い部分と、それでそこの中に猫がね、この主題となる猫がちょうど浮かび上がってますね。本当にこの構図がいいと思います。今回、3回目の特選を取られたということで、無鑑査になりますけど、まあ、多分本当にご自分が好きだと思いますよ。2回目の特選に輝いたのは高知市の野島幸男さんの作品狙うです。モノクロで表現されたから良かったと思います。やはりこのちょっとした鋭さで、タイトルのように狙う、狙ってる。でそこの建物と建物の間なんでしょうかね、ちょうどここが一本の道のようになってますね。このレンズワークといい、これも、ね、構図ですけど、やはりうまくいってると思います。初めての特選は3点です。こちらは高知市の田島千春さんの作品。高知の有名な駅祭りですね。ご存知のようにこう昔の絵巻がちょっと恐ろしい絵が描いたものとか駅にはたくさんありますけど、まあ、偶然お嬢ちゃんが浴衣を着て見てる。これもトータル的なことを考えれば、これを鑑賞この子はしてる、ね、いい感じにまとまってると思います。続いては佐川町の田中一郎さんの山伏の修行の様子を撮った組写真です。まだ火の残った、これは炭の上を走って渡るわけですね。でそれでご祈願を知るという、非常にこの2枚で表現できていると思いますよ。組写真の場合大きさを変えたものをね、2枚とか3枚とかやる場合もありますけど、この場合それぞれこの大きさでも よろしいと思います。そしてもう一点は安芸市の富田義郎さんの紫陽花街道と蛍です。手前に花が大きくあり、向こうに小さくなっている、まあ、これも人の構図的によろしいと思います。長時間露光ですね、シャッターを開けとく、その間にホタルが何匹もと、まあ、偶然手前にこうやって飛んでくれたからインパクトがありますね。もしこれなかったらちょっと間延びにこれだけじゃと、手前に飛んでくれたことがよろしかったと思います。解説の無鑑査久保田さんの今年の作品は、亀ヶ森の9号目ぐらいから東方向に向いたところですね。でちょうどこれ太陽が上がって20分くらいこれ経ってると思いますけどね、この何年間かこういったここのシーンを狙ってることがあるんですけど、それまだなかなか撮れてないんですけど、うまく雲海ができたら素晴らしい雲海になる。なかなか今この何年間かそういうのに出くわしたことはないです。
けどいつ起こるか分かりません。だから、絶えずいつもまだ通います久保田さんは写真が上達するためにはいろいろ撮ってみることが大切だと言います。子供さんの行事であったり、どっかドライブに行った先であったり、また風景写真であったり撮ってみる。でそれと近づいて撮ってみる。そういうことを繰り返すことによって、自分の好きなスタイル構図が出てくると思います。でそれが作品です。偶然撮った良い写真というのはめったにないですこういったいろんな機会あることに人の作品を見て、ちょっと自分と比べてみるとか、それで自分がまた何か得るものがあればいいと思います。第78回検定は今月27日まで高知市の県立美術館とカルポートの2会場で開かれています。